最後の言葉は、1988年に制作された、ジャンリュック・ゴダール監督によるフランスの短編映画で、ある。1988年、フランスの雑誌、ルフィガロマガジーヌが、創刊10周年記念で制作したオムニバスのテレビ映画、パリ・ストーリーの第二話として制作され、フランスのテレビ局アンテーヌ2で放映された。他の参加監督は、ベルナー・ヘルツォーク、デビット・リンチ、 アンジェイ・ワイダ、ルイジ・コメンチーニである。本作には、エラートフィルムの母体のレコード会社エラートから、バイオリニストのピエール・アモイヤルが出演している。ハンス・ツィシュラーは、文学者であり、初期ビム・ベンダース作品の主演俳優である。こ地図に見る、モンバレとセーヌ川の一本作の舞台は、パリの西にある、モンバレで、ドイツ占領下の時代に起きた事件をテーマにしている。本作は、 バランタンフェルドマンに捧げられている。日本ではパリストーリーのタイトルで1993年にパイオニア LDC から VHS と LD でビデオグラム発売されている。DVD は未発売である。セーヌ川沿いにある家を訪ねる男。その家にはバイオリン奏者がいた。二人は川まで歩き、第二次世界大戦時にそこで起きたドイツ将校による フランス民間人の虐殺事件を想起する。ありがとうございます。